室孝次郎、室孝次郎、明治36年6月21日は、日本の政治家。衆議院議員、愛媛県知事。名は正義、字は、個性、郷は応援。越後国高田本勢寺町の商人一郎右門の、長男。慶応二年、慶,年慶に上って、勤労の志士たちと交わった。戦争中の明治元年月、新政府軍が高田に入ると、 北陸道官軍御用係を務め、さらに新兵隊に属して、戦闘に参加した。明治3年には、高田藩の民生即時長小団国係、ついで藩行助教授を務めた。廃藩治験後は、高田病院の建設に尽力し、明治8年にはいよいよ飛神社宮寺に任じられたが、翌年辞任した。明治11年、第八大区長に任命され、 高田中学校校長を兼ねた。翌年、西首引郡軍長となり、新越鉄道の建設に尽力した。明治14年、鈴木昌司らと共に、首引三軍自由党を結成するが、板垣大輔の自由党との接近に反対し、翌年に離党。大隈重信が立憲改進党を結成すると、上越立憲改進党を結成して、これに応じた。明治十三年、 1> 第1回衆議院議員総選挙に当選。以後、5期にわたって議員を務めた。明治29年に大熊が第2次松方内閣に外務大臣として入閣すると多くの新歩党議員が政府に登用され、室も翌年4月に愛媛県の知事に任命された。しかし11月に大熊が辞任すると室もまた辞任した。ありがとうございます。